こんにちは、ゆりかです。どうも、しゅんです。こんにちは。今日、しゅんさんに報告があって、はい、この前、サイバーエージェントの選考を受けたって言ったじゃないですか、はい、結論から言うと、落ちちゃって。おなんでそんなに笑ってるんですか。本当に悔しいんですよ、私。うん、しゅんさん、笑ってます。笑ってない、本当に笑ってない。いや、笑ってますよ、それ。笑ってない。まあ、自分なりに分析して、まあ、落ちるの2回目なんですよ。あ、そうなんだ、はい、それはなんでだと思ってる。まあ、1回目は、うん、シリテーターをやったんですよ、グループディスカッション。はい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 。で、その時、まあ、回す人だよね、話を。はいはいはい、うん、でしゃばりすぎたのかなっていう。あー、わかる、めっちゃわかるわ、うん、周りの意見とかを、その協調性がないって思われたってことだよね、うん、なんか20分ぐらいのディスカッションで、多分18分ぐらいしゃべっちゃったんですよ、自分が。なるほどね。まあちょっと喋りすぎかもね。いや、でもなんか走れてたそんなもんじゃないですか。まあ、違いますか。まあでも18分は長いね、さすがに。だって他の3人の人2分しか話せないでしょ。40秒よ、1人当たり、ゆりかさん以外の。確かに。まあそれは落ちる。今考えたら、ね、で、それの反省を踏まえて今回受けて、で今回はどうだったの。今回は逆に喋らなさすぎたんですよ、うん、多分逆にその40秒邪魔だったんですよ。これはなんで。いや、なんか1回目落ちて、うん、もう1回受けるのにも勇気いったし、受かるかな、うん、また落とされるんじゃないかなっていう不安がすごくあって、積極的にいけなかったのと、その4人でディスカッションした時に2人がファシリテーター側にもういきなりマウント取ってきたんですよ。マウントって言うのやめよ、それ私初期なったって、うんうんうん、まあ、全然初期でよかったんですけど、うん、そこで圧倒されて本当に同意してただけ。そこが2回目の反省です。初期っていう役割任されてから初期しなきゃ。はいはいはい。まあ確かにね、まあ俺も初期やったことないからあれだけど、これもシャシャリ出てるタイプ。あー、え、18分喋っちゃいますか。18分は話さない、16分ぐらい。16分。あんま変わらないですよ。いや、でもそうね、いっぱい話せば受かるわけじゃないんだよね。チームで物事前に進めるのがゴールだから、役割と関係ないと思うよ。それはそのサイバーの人に聞いてみなきゃ分かんないけど、それであんまり存在感を出さなくて落ちちゃったっていうことなのかな。そうですね。他に理由とかある？サイバーエージェントに対する愛が足りなかった。まさかの根性論。走ってた2人やってた女の子たちはもうめちゃめちゃ意欲的だったんですよ。なんかもう最後の質問はありますかっていう時にも、今回のグループディスカッションを通してフィードバックくださいって面接官がその子に対してだけフィードバックを言ったんですよ、でもその時点で、あ、負けたって思って。別に3人受かるかもしれないじゃん、うん、フィードバックの時に4人いたじゃないですか、私含めて。この2人を走ってた、でもう1人男の子だったんです、うん、で1人がフィードバック求められた時に、うん、その男の子の話もしたんですよ、面接官が、うん、で、私何も触れられてなかったんです。もう終わりじゃないですか。あ、要は4人中3人フィードバックされたけど、ゆりかさんだけされなかったんで、なんでだろうね、それは。多分面接官の頭に残ってないと思います、印象に。俺もサイバー落ちたことあるから思うけど、はい、意外と何がダメだからっていうわけではない気もしてて、はい、意外と加点方式というか、ここの部分いいから対応しようっていうパターンもあると思う。もちろん人によるだろうけど、だから仮にマウント取られたとしても、ゆりかさんなりの良さをうまく出せたら、もしかしたら次は受かるかもしれないしね、うん、でもマジ難しいね、就活って。やっぱグレディスの目的はチームの物事というかミッションを達成することだから、達成するためにそれぞれがうまい役割分担をしてたら極論全員受かると思うんだよね。競争じゃないっていう気持ちは大事だと思う。え、ちなみに面接官何でしょった。わからないです。俺はもうめっちゃ覚えてる、ゲーム事業部。え、でも結局さ、落ちたから今があると思うし、ゆりかさんも今落ちたのを ね、そのプラスにして次頑張ればいいと思うし、今就活だって始まったばっかりじゃん、はい、まだ10月だし、だからこれからですよ。まあそうですね、うん、し、なんか一回落ちたからダメってわけじゃなくて、いろんな関わり方もあるだろうし、はい、いっぱいいろんな会社他にもあるから、はい、で落胆せずにまた挑戦してほしいなっていうふうに思います。でもさ、やっぱサイバーって受かるの難しいんだね、そう考えると。結構やっぱり人気ですもんね、うん、キラキラ感といいね。キラキラじゃない人ももちろんいるんだけど、受ける人も多いから、どうしても競争は激しくなるんだろうなって思います。だってさ、俺サイバー落ちましたって動画出してから、ツイッターとかインスタとかで、うん、私も僕も落ちましたっていうのめっちゃ来たから、そうなんですか。本当にめっちゃ来た、4件ぐらい。4件バリ少ないですよ。いやいやいや、まあ、入ることがゴールじゃないしね。なかなかね、そうですね、うん、入った後に自分のその人生を豊かにするかっていうのがゴールだと思うから、うん、だからこれからまだ半年ぐらいあると思うので、はい、一緒に頑張っていきましょう。はい。
ネクストアクションはどういう風にしていきますか。まず受ける前に、うん、旬ダイアリーで GD 攻略見て、落ちたからな俺も。確かに、うん、参考にならないですよね俺のこの芋っぽさとかにじみ出る陰キャラ感。確かに確かにじゃないけど、あとは何が求められているのかっていうのを考えることが私には欠けてた。よく分かってんじゃん。三次面接でおっしゃるから。え、そこでマント取ってくれますかということで、手前人って落ちたという報告動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。